ャンプ場にこれがあるだけでテンション上がるね。ですね。あ、本当にランタンケースすぎっていう、なんかすごいっすね。これがいいよね。これ原稿だとこういうのってあるんですか。いやどうなんだろう。これ一応復刻ラインだよね。これたまんないよ。これたまんない。マッチがついてるっていう。マッチが入ったこれどうなの。これ最高でしょ。どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ、マサニーでございます。さあ、今回は前回に引き続き、イーズアンティークさんの撮影に来ております。で前回は、まだ見てない方はぜひ見てほしいんですけど、1階にある、古着を中心に、見てきたんですけど、今回は、上の2階にあるヴィンテージの家具、あとはクロック、ランプ、この辺をね、ちょっとじっくり、見ていきたいと思います。でこのまずね、このランプを見て、このランプ、これはもう全てヴィンテージのもので、で、このランプは、こちらで、手入れして、店頭に出しているという感じでございますね。こちらしていきましょうか。こういうね、椅子、このアメリカに出て、アメリカの映画に出てきそうな、これ椅子よ。めちゃくちゃかっこいいよね。いいですね。で結構ね、意外と値段もお手頃で、すごい手が出しやすい感じになってます。でこの辺のね、ヴィンテージのね、チェアの雑誌もあるんで、これ見て年代とか、あと自分でもしっかりわかるんで、これかなり用心、用心的な。はいはいはい。こちらもね、これはね、実はね、ライトニングで、これもヴィンテージチェア乗ってるんですけど、もうとんでもない値段してるでしょ。全然飯津さんはね、めちゃくちゃ安いっす。買いやすいっす。めちゃくちゃ安い。これはちょっとね、ものすごく高いけど、この辺のやつは全然安いんで、かなり買いやすいですね。はい、いや、なんかワクワクすんね。そうですね。でこういうね、昔のトロフィーみたいなのもありながら、これも全てヴィンテージのものみたいですよ。うん、こういう、いちいちこのブリキのなんつうの箱、これ超かっこいいじゃんか、これルート66って書いてあって、持ってそうですねいやこういうの家に転がってたら超かっこいいからね、これもかっこいい。こういう、何これ、かっこいい、かっこいい。はい、こちら、で、こういう壁にはヴィンテージのクロックが、かかってるんですけど、こういうのもね、動かないものはちゃんとここで、リペアして、ちゃんと安心安全に使えるように、しっかりメンテナンスをして、商品として出してるって感じらしいです。でね、最近ね、僕、キャンプ行くんで、キャンプギアを入れるコンテナを探してるんですよ。でね、こういう、見てよ、ヴィンテージのこれトランクケースだったり、これ箱だったりね、この辺超気になってる。でさっきオーナーさんに確認したんですけど、年代的には1900年代初頭。古い。もうだから120年。もうアンティークになってますね。もう120年ぐらい前の、トランクケースたち。やばいっすね。でね、これ一番俺が気になってるのはね、このね、ブリキの、箱あるんですけど、コーヒーのケース。またロゴも、これその、なんていうんですか。この字体超可愛くない？字体がすごいっすね。この字体。これもだから1900年代初頭のものらしいっすよ。すごいっすね。でこの開き方が超かわいい。これこれ超かわいくない？で僕のほら、チャンネルをご覧の皆様は、僕がね、もうめちゃくちゃキャンプ好きで、めっちゃキャンプ行ってるの知ってるでしょ。で朝コーヒー入れるじゃない、俺が。こういうのにね、コーヒーミルとか、コーヒー豆とかもう入ってたら超テンション上がるじゃん。もうやばいっすね。ああ、これ欲しいよ。
これちょっとね、まさにコーナー、はい、まさにコーナーで、もう一個気になるのがこれをこれね、超かっこいい。どうなのこれ。これは実際あの軍に支給されていたボックスらしくて、開けると開けるとこんな感じ、こんな感じ、たくさん入りそうなもの、うん、でこれ何がすごいって、これちゃんとこれね、この突起物があってこれ足になってんだよ。あ、足に。つまりそれがテーブルとかにも、そうそうそう、椅子ここも足になってて、でこうやって使うと、まあ、例えばテーブルになったり、お、あとは椅子になったり、お、うん、座れるわけで、これは、まあ、実際にミリタリー、まあ、軍に支給されたものだから、あんまり大きすぎると持ち運びしづらいから、このぐらいのサイズ感で物も入れてテーブルにもなるし椅子にもなるっていう、もう考えられてる。これめっちゃかっこいい。これもまさに欲しいやつ、ね、これも俺が欲しいやつ。これめっちゃ欲しいやつ。これかっこいいよね、はい、かっこいいよ。これもまさにコーナー、はい、この2つこの2つコーナー行き。特にこれはしびれるね。ですね、これはしびれる。その軍のやつをそのままテーブルに使えたりするんで、そう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 、うん、いいですよね。でこの辺も本当、俺も旅行も好きだから、はい、これで旅行したらかっこよくない？でもめちゃくちゃ重ないですか？いや、そんな重くないんだよこれ。あ、そうなんですね。うん、全然重くない。こんなんで旅行したら超かっこいいでしょ。めちゃくちゃクラシックですよ。あいや、これもかっこいいよ。でさ、奥に持つ気なんもあんだよ。もうステンシルが入った。これ見て、渋いっすね。渋いでしょ。これもね、さっきオーナーさんに聞いたんですけど、これは、第二次世界大戦期に、まあ、大体使われてたものらしくて、これもね、出しますけど、なんかこの感じも超かっこいいじゃん。ね、なんか手書きでナンバリングとかされてて、ね、これ超かっこいい。これもキャンプサイトにあったらめちゃくちゃかっこいいじゃん。めちゃかっこいいっす。ああ、どうなのこれ。開けたらこんな感じ。はい、おお、まさかの2段。おお、収納がすごいですね。まさかの2段。いや、これもかっこいいよ。いや、いいね。いや、キャンプ場にこれがあるだけでテンション上がるね。ですね。あ、本当に。テンション上がってますね。よいしょ。これ欲しいな。これはいいですよ。存在感が。これこのままキャンプ場ってね、これもね、テーブルでもできるし、キャンプギアも入れて、はいはいはい、そのままレイ、あのキャンプサイトのレイアウトにも使えるし、これかっこいい。これかっこいいですね。さあ、1階に戻ってきまして、でここからはね、キャンプ好きの皆様お待たせしました、今からが本番です。おお。ちょっとこちら映してもらっていいですか。はい、いや、こちらのね、ヴィンテージのランタン、これ待ってたでしょ。今からこっちいじりますからね。はい、ちょっとじゃあそっち回りますね一旦。これいいよな。やっぱりさ、キャンプ好きの皆さんもちょっと分かると思うんですけど、このコールマンの赤はやっぱ永遠の憧れ。おお、うん、我々やっぱ永遠に憧れてるんですよ。こちら、あの、撮ってみますね。はい、どうすか。でこれはね、復刻物で、へえ、うん、でちょっとね、こっち来てくれる？はい。これちょっとカメラ映すか分かんないんだけど、これ製造年がね、製造年ね。93年、1993年に
7月ね、これが、はい、これヴィンテージのものもこれちゃんと刻印入ってるんで、これは93年の7月に、これはまあ復刻品だね、うん、これでもね実際何も変わんないからね当時のものと、うん、構造も一緒だし、うん、でこれ何がいいってね、ランタンケース付きっていうなんかすごいっすねこれがいいよね。これ原稿だとこういうのってあるんですか。いやどうなんだろう、これ一応復刻ラインだからね、うん、これかっこいいよね、このケースがかっこいいよね。でこれケース開けたらちょっとかっこいいのがあるんだけど、このジョグもかっこよくないっていう。メイドイン USA って書いてある。うん、メイドイン USA コールマン。これもかっこいいよね。これたまんないよ。まあヴィンテージのものにこだわる人もまあもちろんいいと思うんですけど、まあこういうね復刻品でも何も変わらないんで、全然僕はこっちでもいいと思いますよ。これがかっこいい。うん、でこれ持ってキャンプ場行きたいもんね。うん。これかっこいいよね。これかっこいいっすよ。これかっこいいよ。で昔のやつはこのホヤにパイレックスっていうのが入るのよ。ガラスの、そういつも俺が使ってるマグカップ、あのパイレックス製のやつ使ってるんだけど、だいたいそのまあミルクガラスとかそのホヤとかガラス製品を扱ってる会社のとこなんだけど、昔のやつはパイレックスで入ってる。うーん、だからそれをまあその探してる人も多いと思うんですけど、まあ復刻品でも全然、うん、僕はありだと思いますよ。かっこいい、かっこいいよね。バタがやっぱり憧れがあるのやっぱキャンパーは。コールマンの赤、これやっぱ憧れてますね。で次ね、この隣のやつがねすっごくてね、これはもうスペシャルっすよ。スペシャル、これなんとこれ多分カメラで見えないと思うんだけど、ここにちゃんと刻印あって、はい、1945年、まさに第二次世界大戦期。これどうなの？のランタンなんですね。のランタン。でこれはミリタリーが本当に使ってたランタンらしいです。ランタンなんです。これで結構珍しいのがね、ここにねギミックがあって、ね、これたまんないよ、これたまんない。マッチがついてるっていう。マッチが入った。これどうなの？これ最高でしょ。そのちゃんとリアルクローズしたその跡が残ってるっていう。そう、1945年だよ。でこれホヤも当時物だって。へえ。でこれ聞いたんだけど、ホヤだけでもうほんと数万するって。へえ。すごいよね。見てこれコールマン手書き感。手書きコールマン。どういうこと？どういうことやこれ。え？皆さんキャンパーの皆さんどうですかこれ。やばい。これちゃんと使えるらしいですよ。んですごいね、すごい、はい、でちょっとねもっと気になるものがあるんで、ちょっとねざっかるよ、ちょっと見ましょう、はい、でこの辺のジューサーとかも可愛いでしょ。あ、これジューサーなんですか。ジューサー果物入れて、うん、こう刃ついてるでしょ。可愛いよね。回してそう回して果汁を絞るっていう。このね、メッセージ通りもいっぱいあって、まあ、これはまあアメリカ人の贈り物として、作られた、まあ、人形なんだけど、これかわいいでしょ。これめちゃくちゃかわいい。かわいいよね。まあ、ここで扱ってるメッセージ通りはだいたい60年代から70年代のものが多いらしいです。これかわいいよね。かわいい。やっぱ日本人ってさ、あんまりその自分のパートナーにまっすぐ何も言わないじゃん。愛してるとか。おうおう、俺は言うけどね、うん、俺はもういつも電話するとき彼女に愛してるよって言うから、うん、真似しなさい。でもね、日本人はこういうね、うん、メッセージを送ってで後で、ね、翻訳してよって言って、うんうん、そういうおしゃれな使い方もできますから、はい、ね、まあ、僕はもう学がないんで英語ちょっと読めないですけど、うんうんうん、あ、このまま まあ、あとはおのおのGoogle で翻訳してください。はい。でね、もう一個気になるのあるんだよ、これ。これ見て。これをまさか。もうね、
ヴィンテージの。これは1935年のイギリス製のオイルランタン。これでも状態もすげえ良くて、これはね、先芯入れればほんとすぐ使える。これもかっこいいよ。これもキャンプ場持ってきたい。でもキャンプ場持ってきたいよ。今日のこのトレンチコートとの相性が、そう？やっぱイギリスっていうのはまたなんかトレンチコートっぽいじゃないですか。まあラルフローレンだけどね。合ってます。合ってる。はい。こうやって。はい、イギリスの。これいいよね。はい、これかっこいいよ。かっこいいよ。これも欲しいですね。さあ、というわけで、今回は2本連続でイズアンティークさんの、紹介動画でした。で、実はですね、私プライベートで、まあ、何度も来てまして、このね、ランタン買ってます。何年代のやつ？これはね、もう100年前。100年前、うん。これはでも、僕のチャンネル見てる方はもうキャンプ動画もう毎回これ出てくるんでお分かりでしょうけど、これはイズさんで買わせていただきました。はい。で、こういうね、もうまだまだあのもう相手の点数が多すぎて、もう全然触れ切れてないんですよ。なので、触れ切れてないです。うん、もう本当にもう実際来て見てくれた方が早いです、間違いなく。はい。ということで、今回はイーズアンティークさんの撮影でした。ぜひ、自分の目で、見に来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイー。